ピンクのチソロさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。福ちゃんさんかわいい、ありがとう。和弘さん会いたい、ありがとう。今さんかわいい、ありがとう。常にクークルの方ありがとう。メールの返信もありがとう。エマさんハートありがとう。シンゴさんかわいいありがとう。あ、織姫様おはようございます。おはようございます。ヤマさん会いたい、短冊ありがとう。遅刻福楽丸さんだ、バラありがとう。喉が痛い。フラペチーノさんハートありがとう。オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。今日は七夕。え、岡山公園さ、なんか自由席？自由席？自由席説ない？和弘さん。短冊ありがとう。もちあさん会いたいありがとう。そう、七夕オンラインで会えて七夕悪夢が助山さんバラありがとう。あ、整理番号があって整理番号順に入るってこと。あ、そうなんだ。中に入ってしまったら自由ってことか。なるほど。ホテデローサさん短冊ありがとう。確かに今日七夕だけど願い事、確かに私こういうのねしないタイプなんよね。え、どうしよう、どうしようかな。なんか来たことないかも、言われてみれば。生きてきて津野さん短冊ありがとう。マスタカさんレインボースターありがとう。津野さん会いたいありがとう。 A ちゃん短冊ありがとう。津野さん尊いありがとう。織姫くぼしオンラインあったら毎日、確かに毎日会えとってオンラインなら織姫とひこぼし、オンライン、オンライン SNS がないからこそいいんかな、もしかして。え、今日並び順がわかる？並び順？あ、整理番号？そういうことか。津波さんファイト、ありがとう。
確かに上手下手みたいな、重要になってくるよね。モク会いたい、ありがとう。オナピーさん可愛い、ありがとう。モクの短冊ありがとう。オナピーさん会いたい、ありがとう。オナピーさん結婚してもありがとう。ユダけど考えとくね。モクの尊い、ありがとう。カンちゃんさんハートありがとう。あ、なるほどね。昼公演で見極めて夜公演で決めていく。なるほどね、確かに。多分ね、岡山はねもともと椅子だったと思う。岡山もともと椅子で、椅子とスタンディング両方ある感じだと思う。もともと推し目が見れば、そこは上関、確かにドコモセンターみたいな、そな、いうと一緒、そういうこと。確かに確かに。中村さんファイト、ありがとう。福士さんレインボースター、ありがとう。グレンパさん短冊、ありがとう。竹松屋さんかっこいい、ありがとう。ヤスビーさん結婚してありがとう。いやけど考えとくね。広島港パセリさん短冊、ありがとう。今さ、画面がさ、おかしいんだけど、これどうなってる？え、これさ、今さ、声とかずれてる？なんか画面がめっちゃずっとさ、なんか止まるというかチカチカしてる。治った？え、治ったって、え、なんかおかしかった？なんか今ずっとびく、え、充電は 70% あったはず。急に、あ、一瞬止まった。多分これは地球エフェクト？これエフェクトってどういうことだろう。かわいい顔する準備ができている。もっくんかわいい、ありがとう。ミルクティアルシックさん、あ、ビーチボール、ありがとう。キング？怖っ。あ、貞子？怖っ。出てくる誰か。え、怖っ。なんか、貞子出てくるよ。画面からってこと？え、怖っ。あー、ショールームはクルクの会社にビビってる。確かに、それはそう。あ、可愛すぎた、確かに。かんちゃんさん、ハート。ありがとう。
くるくるくる発生する波の影響、そういうこと、そういうこと。え、待って、これ読んだ方がいい。よろしくお願いします。3、2、1。あ、ここにいた。かわいい、すごいかわいい。あ、あ、消えた。かわいい、すごい。今星、あ、間違えた、流れ星。あ、間違えた、虹。すごい。しかもどっちもいる。ムニエルさん、七夕のフレームタワー、エフェクトタワー、ありがとう、ありがとう。最初さ、ここにさ、ドン出てきてさ、私の顔さ見えなくなったからさ、あ、間違えたと思った、思ったらファッて開いた。ありがとう、2万タワー、ありがとう。待ってよ、マゲルさん、七夕タワーありがとう、嬉しい。ちょっと顔が大丈夫だとありがとう、メールの返信もありがとう。みんな、ムニエルさん、ありがとう。ムニエル、ムニエル。マスタカさん、レインボースター、ありがとう。モックンハート、ありがとう。え、何も出てこなかった。そんなことある？あれかな？エフェクト切れるのか。あ、笑顔ありがとう。こちらこそありがとうございます。あ、夜、え、今日の夜、天の川見れるの？雨、天の川見なくても満足。え、もうこれで見ました、くるくる。朝に天の川あ、天の川か、あれ虹かと思った。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。フォーユーさん、ハート、ありがとう。美少女感上がってきた、本当に嬉しい。ブルー、ブルーさん、ハート、ありがとう。可愛すぎる、あ、本当に嬉しい。オーディションの時の配信見返してたら、今日配信来たら、くるくる大人、大人なりすぎてね、マジ大人ウェディングくるくる、写真コンプ、お、すごい、ありがとう。コンプコンプリート。あ、わしのり姫ここにおった、みんなに言ってない？私、みんなの織姫になりたい。これ見て、アズミンがくれたやつ、
黒く似てるって言われたよ。ディスってる？もしかして。そう、ほっぺがくるくるしてる。いや、絶対あずみ意識して買ったよ。あ、これは世界三大渦潮、世界三大渦潮って書いてある。オロチさん、リモンスター、ありがとう。あ、似てる。血がくるくるか一瞬迷う。渦潮、渦潮。あ、三大渦潮ってことは他にも、他の県に渦潮がいる。あ、これ雪男さんなんだ、これ。あ、お腹鳴った。やばい。しかもなんかめっちゃちょっと嫌な音、嫌な音のお腹。これが目だと思う。違うんですよ。大事なとこもくるくる、大事なとこもくるくるしてる。オーピーさん、カニありがとう。あ、そうそう、ゆきお、四国のお友達って書いてある。かわいい。そう、ゆきおなの。なんでゆきおなのこれ、なんでゆきおって名前なのこれ。どっから、ゆきお。嫌な子だったらゆきおにぶつける。あ、ぶつける。ゆきお怒るかな。なんかねねちゃんみたいな。ゆきお細身、くるくるみたいに細い雪を。三大渦潮だからくるくるが3つ。あ、そういうこと。じゃあこれは多分いらないな、ここにいるから。古島、ナルト、石門が三大ですよ。それマジのやつ、マジのやつだったら本当に古島も三大ですよ。そうなの、感じは違うけど。え、絶対ユキを殴ったら寝てるときユキオもやってくるよ。反論してくるよ。かわいい、これ。これかわいくてすごい好き、好きになった。青、なんか背景がすごく。今日これいけないけど頑張って、頑張る。ありがとう。なんかめっちゃ話変わるんじゃけどさ、オープニングアクトで課外活動公演に、あ、全部の課外活動公演前になんか出演させていただいて思うのは、かんちゃんさん、花と、あ、お花ありがとう。え、雪よって恐るからやってきた。あ、見た、見たいか。
確かに七夕はぴったり。メタボさんファイト、ありがとう。あ、でオープンアウトやってみて思うのが、めっちゃファンの方もそのユニットのなんかキャラに、なんかユニットのコンセプトっぽい人みたいな、わかる？テレさんハートありがとう。なんかユニットの単独公演とかあるじゃん、単独公演の時とか特に思うけど、こうお客さんの雰囲気が全く違う、ユニットが違うと。トイさんレインボースターありがとう。また仲だった。今さん流れ星ありがとう。え、急に色気出た、ほんと。もう17歳推しと方向性が同じ人だって。え、そう女子旅っぽい。チャートリなんか、でもそうマイカーさんのファンの方とかすごい明るい、明るいというか、なんかマイカーさんに似てる、そのおーみたいな。チャートリはなんかこうおしとやか系が多いかも。なんか、はあ、かわいい系。55分だからスクショタイムしんよう。前回のチャートリーの時はすごかった、クオーテ。ユキオポーズ？くるくる。それでは壇上を読みます。高幸さんかわいい、ありがとう。織姫ポーズ、天使っぽいポーズしてみた。13位クリボーさんありがとう。12位奈良西さんありがとう。11位成田さんありがとう。10位かんちゃんさんありがとう。9位オロチさんありがとう。8位竹まつるさんありがとう。7位中村さんありがとう。6位オノピーさんありがとう。5位山さんありがとう。4位 A ちゃんありがとう。
3位トイさんありがとう。2位ツナマヨさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルマニエルさんありがとう。マニエルさん七夕タワーもありがとう。ありがとう。またお礼するので待っていてください。あ、今日も岡山たくさん忘れお願いします。岡山でもたくさんコールを聞けるのを楽しみにしています。くるくる。あ、そして皆さんも見てくださってありがとうございます。あおさんハートありがとう。それでは今日もオープニングアクト頑張ります。頑張ってありがとう。バイビー。